今回は超究極終尾の巨人、このクエストをいろいろ解説しながらやっていこうと思います。で、編成に関しては初期のキャラでラグナロクと、あと斎藤道さん、この二人連れていこうと思います。で、斎藤道さんはミカエルの毒キラー不要役として連れてくんで、まあミカエル使わなかったら別にいらないんじゃないのかなと思ってる。で、一応ね、ラグナロクはゲージダメオだから、まあ、できればラグナロク使うときはゲージアイテム使っとくと、ゲージミスって死ぬ可能性なくなるんでないかな。いや、最近こういう嫌がらせガチで見かけねえかなと思ったんだけどね。あ、そうだ、まあ、そんな感じで、とりあえずギミック解説やっていこうと思うんですけど、重要なのがね、一番重要かな。触れた味方の数に応じて攻撃力がアップ。これがね、味方1体より2体。2体より3体みんなに触れてから攻撃した方が与えるダメージが上がりますよっていう仕様になってる。で、これがね、マジでバカにできないぐらい倍率違いあるんで、ちゃんと味方に触れることは意識しときましょう。どれぐらい違うかっていうと、誰にも触れなかったら1倍。で、味方1体に触れてから攻撃すると与えるダメージ12倍。で、2体目に触れたら30倍に上がりますと。そして、味方全員に触れたら与えるダメージは80倍まで変わります。めっちゃ違うんで。まあ、これをガチで皆さん意識してやっておきましょう。あとは、反射のキャラが赤いパネルに触れると加速するやつとか、激種が切り替わるパネルとかもあったりするんで、これはまあ、やりながら見ていったら理解できるかなと思います。だから、ほら、もう価値の削り方がね、味方1体に触れてからの伸び尋常じゃないでしょ。誰にも触れなかったらこれぐらいしか削れてないのに、味方1体に触れた瞬間に一気にこれ倍率跳ね上がるんで、そこはね、ちゃんと覚えておいてください。あとはまあ味方に触れてから、こいつワンパンできるぐらいの弱いやつなんで、そこは意識できるといいかな。で、他のキャラ、この後出てくるロボットとかもそうなんですけど、カチプヨとロボは味方1体にちゃんと触れてからだったら、攻撃通用するんで、まあ、これ触れてから、どうすかな、これ。位置が良くね。こう、縦勘でいくか。縦勘でいって、加速。よし。外側殴っても割と削れるんで、あとは、これちょっと私個人的な感覚なんですけど、できれば、パネルは揃えといた方が、なんだかんだで便利なんじゃないのかなとは、思ってる。まあ、触れて触れて。まあ、ちゃんと揃えといた方が、後々結構有利に働く場面は、多いかなーって結構思うね。なんか手感でこれはもう触れてって加速ちゃんと触れる。で、さっきはちょっとずれ、いや、やべ、ずれちゃってる、ずれちゃってる。これ意識的にできるんだったらずらしてもいいけど、まあ、基本的にやっぱり、皆さんずらせないと思うんで、だからこれをしっかりちゃんと、だから反射で両方縦感でこうやって触れてって、あ、これこれこれ、これできると最高ね。だからこれで貫通でちゃんと削っていきますよと。あと、このね、内部弱点のこの、オカピ?イノシシ?獣の巨人?何意識してるかよくわかんないけど、弱点倍率そんなにね、高いわけじゃないんで、3倍だったかな?多分。そんなにね、内部弱点貫通で殴んなきゃみたいなのは意識しなくても全然大丈夫だと思います。まあ、これ縦勘で加速して削っていきます。外側殴ってもちゃんと削れるんで、そこまで深く意識しとく必要はないと思う。あとは、まあ、こんな本当に弱々編成組んでたらやべえんすけど、まあ、できればね、抜けるときは、ミカエル抜けはね、避けといた方がいいんだから、まあ、このままだと死ぬんで抜けるけど、ほら、外側殴っても普通に削れるから。全然内部弱点とか気にしなくて大丈夫っす。いや、これできればね、強いキャラがこういう感じで、もう本当にミカエルしか真面目に削れねえや、みたいな感じは、うるさい。なので、これ即死ね、7ターンだから、このステージ、ミカエル1回しか行動できないですよね。これ結構でかいと思うから、まあ、もうこれ無理だけど、抜けるときは、できるだけ気をつけておいた方がいいと思います。貫通で2体触れか、いや、きちいな。反射で動いて歩き回って2体できたらラッキーみたいな感じかな。処理して、反射。どうかな?よし !2 体処理。まあ正直ボス戦はね、ボス削りはある程度キャラ揃ってたら比較的簡単だと思うんで、どんだけね、早くこのぷよぷよとかをなんとかできるか。それにすげえかかってると思います。これ削って触れて加速して倒す。OK! あとは本当にミカエルの火力がガチで重要なんで、ここはまあゲージ切って、はい。で、ミカエルの火力ガチでバカだから、実際8ターンで確か 1.35 倍ってかなり盛られてる仕様なんで。はい。じゃこれ SS はなんだっけ、貫通タイプになって動き回る。貫通タイプになって味方触れて削っていきますと。ほらほら
ほらこの人でやっときゃ大体問題なしみたいな感じね。あとは、パネル揃えておけば、気をつけておきたい要素として、この、撃手が反射とか貫通に変えてくれるこれ、SS 使ってる最中は無効化されるんで、できるだけパネル揃えておくと、例えばこの後にラグナロクとかは輝ける。ミカサアルミンとかに揃えておいてもいいかもね。はい。だからこれでパネル踏んで加速して、下がっていきますと。で、殴っていく。受強化2倍っていうかなり盛られてるんで、カンカンできない代わりに。よし！でも降臨でこんなもんなんだよな。皆さんやっぱり、私もそうだけど、いや、簡単簡単って言ってるけど、これね、実は意外と、きついんすよね。降臨キャラとかだったら。まあ、貫通になって薄くいって、よし！これで上がってって、味方3体触れ。よし！よし、オッケー、いい感じ。あとはまあ、抜けるときに、もしこのクエストがうまく勝てないよっていう人は、抜けたときに、こんな感じで、ある程度、味方がね、まあ、固まってたり、あとはまあ、抜けた後にこういう動きできっかなっていうのを考えとくと、まあ、その辺の配置ね、配置とかも意識できてると、ちょっと楽にはなるかな、みたいな気はする。いやー、やっぱこうするしかないか、で、減速するけど、その後に、加速パネル踏めて、いい感じにいけたらいいな、って感じで。よし！よし、オッケー！あ、このまま勢いのまま！よし！いや、最高！もうどんだけマジで早く雑魚処理できるかがすげえ重要なんで、あ、ちなみにね、これ、脱出するときにギリギリ、これ隙間このぐらいあるんで、狙うの難しいけど、一応ね、踏まないで逃げることも、まあ一応可能といえば、可能にはなってる。まあ減速踏んで加速したいけど、きちいかな、これ。こう打って、避けて、はい。これで、あー無理か。まあ、とりあえずこれで、揃えられたからいいっしょ。あとは次 1P そこで、そうだな、貫通、味方触れできるだけたくさんしたいから、まあ、とりあえずミカエルのターンに調整できれば大体何とかしてくれるんで、ミカエルが。よし！まあ、カンカンして、あ、いい感じに蹴っつきます。まあ、このゾンビは、最悪ゾンビなんとか後で、もう放置でいっか。次が、だから青パネルを揃えておきたいから、揃えられればもうこっちの門みたいな感じかな、これ。ここ触れて加速して帰ってきて、ここ触れて加速。よし！で、加速。帰ってきて、こいつ殴る。よし！よし！あとは、見返るように、全員青パネルに調整できたら最高だから、そうね、ゲージ切って OK かな。あ、でも SS 使っとくか、これ。味方集めてここに揃えとけば、多分縦勘で削れるっしょ。はい。入れ番しないように。だからこれで味方集める SS 使って、あ、いや、これ横勘でいけるな。横勘でいける。だから、おー、剣丸確実にいけるで。いや、マジきついんだよな、これ。降臨キャラでやってみ？え、むずいで。これはさすがに守備の巨人みたいな。味方勝手に集めてくれる。いや、強えこれ。どう？いや、削り強すぎ。あ、強すぎやろ。いや、強すぎやろ。やべ、これ。いや、もうちょい SS 貯めてから抜けたかったな。ラスゲはね、ちょっと、何回かこれやってるんですけど、ラスゲがね、結構きちいんすよね。まあ、できる限り、だから貫通になって暴れ回りたいから、はい。まあ、友情コンボで暴れ回って、反射で暴れる。よし。よし、ああ、いい感じ。2手で全滅させりゃ最高。あとはだから、あいつを踏んで、あいつ踏んで倒すか。これ踏んで、よし。よしよし、いい感じ。あとは、貫通。ああ、これ何もしたくねえ。あ、違う、これ上か。この2つだな。この2つだけ調整できればそれでいいのか。じゃあこれゲージ切って、はい。まあ、貫通踏んで加速入れて、よし、オッケー。これで多分貫通から貫通で暴れ回ってで、いい感じに多分いけるはず。そうね。ここ踏んで、撃手変化して貫通で暴れ回る。ほい。どうかな？お、いい感じじゃない？いけいけ！お、これぐらい削れたらもう！いや、これぐらい削れたら十分。ラスゲで2段階目使えるわ。で、ボス削りは降臨だとマジでガチクソ弱いから、
まあ SS 一発使っといて、で、あとね、減速先に踏んじゃって、その後に加速踏みまくれば意外とごまかせるから、これ系のやつって。はい。これで踏んで、ちょっと弱、遅くなっちゃうけど、その後にちゃんと加速入れたら、はい、はい、おー、いい感じ、いい感じ、よしよしよし、いや、これでなんとかなるわ。あとは、どれだけ頑張れるかね。反射になって貫通。まあ、とりあえず、これは反射、貫通、貫通。貫通になって、縦貫でいいかな、これ。こう打って。よし！よし！いい感じ、いい感じ。おー、いい感じ、いい感じ。ちゃんと見返る前に。見返、いやー、でも味方離れすぎだな、これ。うおー！やっぱ多足入れてるとガチきつ、これ。あー、どうすっかな、これ。削りきれっかな。とりあえず、ハートは絶対取らなきゃまずい。ハートは取らなきゃまずいけど。いや、友情コンボで多分これ、ミカエルの友情コンボでいけるっしょ。多分。ミカエルの友情コンボ一発当てとけば、はい。よし！で、ハート戻る。よし！いや、でけえ、あとは、味方ずらしまくって、なんかいい感じにちょっと、おー！いや、むずいこれ。解説は、まあ、できる限り、こんな感じで、パネルだね、パネル。パネルをね、同じパネルたくさん揃えとくっていうのが、やっぱ、すげえ重要だわ。そして、動ける。あとは、こういう、絶妙に、パネル踏んでるかわかんねえみたいな時は、右下のびっくりマークを押しとくと、踏んでるかわかるんで、あ、ミカエルも完全踏んでんね、これ。なので、これ意識できると楽かな。だから、これ踏んで、ほい。ここで、避けて、避けて、よし！よし！あー、いい感じ、いい感じ！ゾンビも倒した！でけえ、どんだけ早くだから行動できるか。まあ、ゾンビの処理が一番、やっぱきついから。そうね。いやー、これ、ラグナロク用に、ラグナロク用にこれ、ちょっと取っといてもいいんだよな。このパネルのこと。まあ、とりあえずこれは勝ち倒しに行きます。うまいこといけば、多分全部の、あ、で、あとこの間になんか挟まって削れるっていうのを言われましたね。だからこういう時に、縦勘で、この、こいつだけちゃんと倒す。はいはいはい。くそ！それができたらすげえ良かったんだけどな。まあ、とりあえず加速パネル踏みまくって、加速パネル踏みまくってかな、これは。はい。よしよし。SS はこれ次回かな？やべ、これ、配置悪くね？よし、OK！いやーこれ、いやーちょっと良くねえな。良くない良くない。これはまだ良くない。SS ってか2段階目じゃねえし。まあできるだけこれ、まあ反射パネルで削っといて。貫通になって、貫通になって削るって、いや、ちゃんとこれ内部弱点殴って貫通で暴れるか。はい。あとはこれどれぐらい削るかね。結構こいつカチカチだから、ラスゲのエレン。まあ削れました。あとは、これ耐久しまくって、パネルも揃えて、そうだなぁ、パネルを揃えたいんだが、どうすかな、縦勘でこのパネル避けて、次の、どうだ、よし、あー、いい感じ、いい感じ、よし、パネル揃えられた。あとは、ひたすら耐える、ひたすら耐える、ひたすら耐える、そして SS も使う、縦勘で、薄くでいいでしょ。2段階目のマジミカエルにかかってんな、これ。薄くいって、入れ番してる。でもやっぱこんなもんよな。あー、できればやべえ、これ斎藤堂さんそんなとこ行かれるとマジで困るんだが。で、これで耐える。よし、オッケー、敵の攻撃ない。あとはどうすかな、ミカエルの SS を、いや、集合させよ、集合させよ、集合させよ。ゲージ切って一番下に止まれたら最高だな。はい、ゲージ切ってもこれは何もしない、何もしない。頼む頼む、いい感じの位置、いい感じの位置。どうだ、お、ミカエルいいんじゃないこれ。横勘で下下がりで。下下がり。これ、パネル揃えた意味なかったな。まあ、いいや。ここでだから、はい。いや、ガチでギリギリだな。本当にミカエルの火力がなかったら、降臨だとガチでこれ火力ないんで。よし、OK！ うわ、きつ！いやー、これが自由だ。きちい。まあ、こんな感じで、多分ラスゲこれ、ミカサアルミン取っとかないと、
おそらくミカサアルミンじゃないとよっぽど上手い感じで足元はまらないと削れないと思うんで、まあ降臨だとこんなにきついから、できるだけ皆さん野良マルチでやるようにしましょう。野良マルチでまともなキャラ2体でもいたら余裕で勝てると思うんで、まあできるだけパネルを揃えるっていうことを意識していただけるとかなり立ち回りやすいんじゃないのかなと思います。